階級キモ男子決定戦、1ゲーム目がスタートします。先行は瀬尾健太選手。さあこれはどうでしょうね。キープしそうですね、うん、大爆発タルモゴイフ、ラバマンサーウーズコラガンコマンド土地2枚。坂見決定戦の特徴としまして、お互いのデッキリストに関しては全く知らない状態となっております。対戦相手が土地を置いたりアクションするまでは対戦相手のデッキがわからないといった状態になっております。瀬尾さん本当にキラッキラですね、うん、宣言通りですね手札さあそして松田選手もキープなんですね、うん、さあ土地が多めですが、まあ、相手が墓地活用のデッキだった時には勝ちやすいですし、うん、安定した初手ということで、うん、さあ松田選手は宣言通り、うん、2マナの土地マナ加速カードを大量に入れているということで、今のドローも2マナのマナ加速だったので、うん、マナは順調に伸びていきそうです。ここでアサルなんで、これ山を置いてしまったということはこれは神が打てない。ちょっとこれはアクセントか、これちょっとジャッジが、うん、はい、これはちょっともう山を置いてしまったという最低らしいです、うん、さあ瀬尾選手は手札に大爆発の魔導士もあるんですが、ちょっとやっぱクロックが遅いのでどう攻めていくか、さあミドクロショックランドですかね。さあここで大爆発の魔導士、まあ、パッと見壊さなくても良さそうですけどね、うん、しかしこれは即破壊していきます。しばらくダメージ源として使って、うん、まああの相手のマナが危険域に達しそうになったら生贄とかでも良かった気はしますが、ジャンド対タイタンシフトという対決になりました。男子決定戦、さあ手札がタルモゴイフ、グリムラボマンサー、コラガンコマンド、フェイタルプッシュ、チャンドラですかね、うん、やっぱ地味に大阻止も効いちゃうんで、このタイミングで破壊とディスカード、さあただまだクロックは小さいので、うん、まだまだリカバリーはできる状態ですかね。
で探検。さあ松田選手は手札にフィニッシュとなる、原始のタイタンも風景の変容も今のところないので、それらが引き込めれば、うんうん、次のターンにも勝利できる、うん、風景の変容を引ければ次のターンでも決まりですね。18点入って、うん、さあハレルヤのホームページから見れる神決定戦カバレージページですね、こちらの方にデックリスト、そして今回のモダンシンの読み合い記事ですね、こちらの方もアップされておりますので、ぜひそちらも合わせてご覧の上お楽しみください。きたタイタン、松田さんものすごいパワフルなキャストの仕方でしたトップデッキ、さあバラクートバラクートか、うん、バラクート山にするか、まあタルモゴイフのパワーとタフネスを確認中ということで、さあ松田選手がどの組み合わせの土地を持ってきたとしても、うん、瀬尾選手は今のところあのタイタンを殺す術がないので、うん、そこでアサルナンデを除去しましたね。タルモゴイフ、チャンドラ、致命的な一押しが2枚というハンドですが、うーん、まあ殴りそうですけど、殴ると、うん、一応両方起きてるとタイタンに睨みを利かせた状態で、うんうん、さあここのフェッチはかなりいいドローですね、うん、土地の中では最上級。さあこうすることでフェッチランドを置いた状態でタイタンがアタックできるので、うんうん、好きなタイミングで山を持ってこれる、土地を戦場に置いた状態で殴れると、うんうん、さあそもそも足りてるか、バラクートバラクートって持ってきてフェッチランドを池に捧げて山を持ってきて9点が誘発して本体に9点で、ということで桜トライベルダーがいるんでそれを池に捧げてさらに9点で、なるほど、18点入りそうですけどね。原始のタイタンがアタックして能力が誘発してこれで持ってくるのがバラクート2枚、さあこれでバラクートが3枚になったのでフェッチランドを切ったり、うん、桜族の長老池に捧げるだけで9点がすごい
そうですね、瀬尾さんも一応ダブルブロックして、うん、松田さんがクリーチャーに除去を打ってくれたりするように誘導してるんですが、松田さんは多分今慎重に山賀の枚数大丈夫だよなと確認した上で相打ちを受け入れて、もう勝ってます。これで山1枚9点が誘発するので、さあこれでバラクートが火を吹いて18点。さあ男子決定戦1本目は松田幸男選手が勝利しました。さあボブはあります。ここにもう1種類あるといいんですが、うん、土地が多くてプッシュ、これはマリガンしましたね。やっぱり今の対戦での出来は分からない状態だったらキープしてもなさそうなもんですけど、先手でボブプッシュ土地5、ちょっとそちら多いですけど、さあ松田さんの初手ですが、もうかなりバランスいいですね。マナ加速マナ加速、召喚師の契約土地4枚。さあ2本目がスタートします。強さんマリガン5、どうだ。これはかなり、そうですね、手札破壊、まあ、ちょっとやっぱり2マナ駅が難点なのが、そうですね、実際手札だと良かったと。そうなんですよね、やっぱクロックが遅いと、うんうんうん、先ほどのような感じになってしまうこともあるということですね。さっきも一応難で大爆発だったんで、スタートとしてはそんなに悪くなかったんですけど、さあしかしトップがボブだったのでかなりいいスタートになりましたね。ブラッドクリプトペイ2から手札破壊を打って、まあ、こういう時は大体削りきれないんで身を抜いていった方が良さそうですけど、まだメイン戦なんですよ。紙決定戦は2本目が終わるまではサイドボーディングができない。さあ春紙を抜いたようです。ちょっと持ってくる土地で悩んでいる感じですが、まあパッと見見どころっぽいですけどね、うん、場にあるのが赤黒なので、ちょっとバトラーに慣れていないと言っていたので赤緑に見えます。赤緑っぽいですね。おそらく手札にチャンドラがあるんで、まあ赤赤揃えておこうという判断だと思いますが、さあ瀬尾さんマリガン5にしてはかなりもう最上級の動きですが、
ここで春上で物を伸ばしていきます。めくれたのはコラガンの命令。さあタイタンシフトはまあかなり金太郎飴というかどこを取っても大体同じようなデッキなので1枚ディスカードとかあんまり効果的ではないですね。うんうん、サルナンデを追加して一旦と。契約が2枚来てしまってるんですかね。そうですね。大祖師の遺産、契約、契約、残りが全部土地。うん、ここはまあ結構モナカスクが欲しい局面なので即起動しても良さそうですけどね。さあ起動しました。ここで2マナのモナカスクが引けると100点ですね。ちょっと隠れてしまっているんですが、長老か春上に見えましたが気のせいですかね。結構悩んでるんで違うかもしれないです。サーチポートモロか。あ、サーチポートモロですね。アサイの探索を待機して終了と。さあ瀬尾さんは相手に干渉する手段が欲しいですが、すいません今のマスターピースが一体どれだ。これは脈動か、大津の脈動ですけど、さあ相手に干渉する手段か手札破壊があるといいんですけど、あ、クロックですね。クロックか相手に干渉する手段どちらかが追加できればいいんですが、パッと見このターンの選択肢はコラガンコマンドと闇の伏線の2枚目しかなさそうですね。タイトありますね。そうですね、かなりこのままだと、うん、タイタンが暴れ回ってしまいそうですが、まだここで契約を捨ててますからね。もう相当手札が透けてしまうほどに強い、うんうんね、さあここでサルなんで俺はボブの結果次第ではすでに危ない。いやもうこのままだと次死んでるんじゃないですか。死んじゃいますかね。一残りですかねこのままだと、うん、タイタンと明日への、探索だけで6点は確定しているので、うん、このマスターピースが思考囲いだと、いや脈動ですね。脈動ですかね。山だと負けですね。山か、バラクートは大丈夫か。
さあ行くしかありません。4点。4点。あ、ごめんなさい、バルクウッドでも足りてますね、うん、フェッチに見えましたが、ということは足りてますね。これでヤマトバルクウッドを持ってくると6点が誘発して、うん、フェッチランドでもう1回もう1枚ヤマを持ってくるともう6点誘発して計12点好きなとこに3点ずつばらまけると。もうバラバラでも大丈夫ですね、9点なんで。まあ、一応相手の場が赤マナ2つ出る土地なんで、まあ、6まで行くと稲妻稲妻で死んだらちょっと悲しいですが、それ以外は問題なしとゲームセット。さあ、また新決定戦2本目は早くも増井京選手が防衛に王手をかけました。はい、じゃあこちらが瀬尾さんのデッキリストですね。まあ、ハゾレと外科的適質番号番号月月で、1,2,3,4,5,6 枚で、致命的な一押しがまあ抜けて水尾も抜けてぐらいですかね。まあ除去は一応タイタンもやるしやれるしぐらいの。そうですね、月が入ってたり、集団的番号がしっかりあるのはいいんですが、さあ対する松田さんはベイロスは入ってないんですね。はい、スラーグ牙とかですかね。うーん、まあでもメイン付きもやっぱりリスクがありますからね。そうですね、メイン付きはかなりハイリスクハイリターンなんで、カメコロはあのプロテクション黒が最近そのデスシャドウ系のデッキに強いということで、まあまあ注目を集めている。特にグリクシス系だともう着地するとほぼ触れないぐらい、リリアナベールのリリアナとかじゃないと触れない、稲妻でも落ちないし黒い除去でも効かないし、うん、それでもサイド5も松田さんかなという気はします。まだやっぱり3本全部取らないといけないっていうのが厳しいですね、瀬尾さんとしては。2回は後手があるので、うん、まあ、2マナの加速ばっかり入れるよりかはいいかなという気はしますね。やっぱり持ってくるときはあるっちゃあるんで、まあ、ただ確実に必要かと言われると確かに怪しいスロットですね、うん、入ってない率も実際多いんで、まあ、サイドボードを抜きやすいというのは一つの利点ではあると思いますけど、結局のところメインはタイタンと風景の変容に向けてマナを伸ばす、なおかつダメージを軽減してくれるカードはありがたいので。さあ3本目がスタートです。お、これはかなり、そうです、ちょっと1ターン目のアクションがないのだけ寂しいですけど、それ以外は手段的番号もありますね。これはキープなんですね。いや本当にけどフルフォイルですかねこれは、うん、タルももうリレナはビカビカですからね。松田選手もこれをキープ。ちょっとファンキーな手札です。そうですね、ちょっと重たい、うん、これの試合に勝てば松田選手早くも防衛成功となります。
そうですね、これ三五桂入ってたのちょっと意外だなと思ったんですけれども、うん、後手ですしね、先手ならまだなと思うんですけど、うん、さあここタルモゴイフかボブか、うん、僕はタルモゴイフ派です。さすがにそんなに変わらないかダメージも。どうなんですかね、次はだけど番号まで打つとかなりでかくなるんで、4刻んでった方がいいかなって気がしますけど、ボブ、このボブから出していきましたね。お、しかし大阻止が来て大正解、うん、さあプッシュをめくって、まあ、これサイド後のベイロスを想定して残してるんですけど、多少ちょっと意味のないカードが残ってしまうんで、その中では、ベイロス4マナ44のオブステインベイロスを、紛争した時に殺せるカードを残してるんだと思います。さあコデリニアナ、さあこれはけど瀬尾選手かなりいいペースですね、うん、結構俗に言うジャンドの勝ちパターンですもんね、これは。あとは本当にクロックが細いのさえ、うん、さあここで圧制の探索を待機せずに直接出していきます。さあただ松田選手も続々と手札のアニマルズがそろそろ解き放たれそうなので、さあさらに手札を締め上げ、カメレオンの巨像をディスカード、さあベールのリリアナさえなければっていうカードなんですけど、うん、リリアナがあると逆にほとんど何もできないので、さあ瀬尾さんはクロックをひたすら連打するか番号を打つか悩んでる感じですかね。最近あの5マナの約束の時が入っているリストもあるんで、それも多少考慮してるんだと思います、うん、このターン本来だったらあんまり打ちたくはないと思うんですけど、2点ドレインと手札赤いモードで、
さあこれで松田選手の手札はスラーグ牙とバラクータのみ。まあもうエンドに引いちゃいそうですけどね、アンタップインを引いてスラーグ牙を出さない、ちょっと逆転が難しそうですけど、アサルナンデを追加、まあ、ここアンタップインの土地を引きに起動しました、さあしかし引けず、一応原始のタイタンは引き込んではいるんですが、まあ、ただこれほどまで追い込まれるとやはり3点打ったぐらいじゃちょっと逆転できないんで、もうこのターンハルカミを打って次のターンスラウキバ捨てるなり、さあ瀬尾さんはリリアナ以外にもう一つ妨害手段があればほぼ勝ちですね、手札が今2枚で1枚はタルモゴイフ、もう1枚もタルモか、さあタルモゴイフ今は大したことないんですが、次のターンには3以上になって殴れるんで、次のターンリリアナの奥義もあるんで、リリアナにちょっとダメージを与えなきゃいけないのもあって相当きついですね松田選手は。一番引きたい山ですかね、バラクーとかですね、足りてるかな6点。いやダメですね、それだと死んでるか。ここでリリアナを殺さなきゃいけないんですけど、リリアナを殺しちゃうとタルモが4まで行っちゃってどう止めても8点抜けちゃいますね。これで仮にリリアナに6点っていうと、タルモゴイフが両方土地も落ちて4-5、4-5、2-2、2-2で 2-1 で8点抜けちゃいますね。なのでどう打っても積んでいそうな、ウーズかウーズに3、いやだめだ、どうやってもやっぱ積んでますね。クリーチャーに3点3点ってやると何も引かないと生きてるか、リリアナが落ちない、だからタイタンタイタンだけみたいな場になりますけど、こうすると一応タルモが3までしかいかないんで、でリリアナで奥義すると、まあ一応生きてるけどほぼ死んでますね。瀬尾さんが奥義でタイタンとその他ってリリアナをやると、タルモゴイフが 4-5-4-5 の状態で凄まじい場になりますね、タイタンとその他っていう。で瀬尾さんタイタンの、松田さんはタイタン残されて生き残れないんで、タイタン残すしかなくて、土地が0対5みたいな。
さあアンタップして、もう本当に何でもスペルだったら大体勝ちそうなぐらいの、いや引いても勝ちではなかったですね、ちょもうちょっと場がマシだっただけで。パッと見一番逆転の目が少なそうなのは、リリアナ奥義してタイタンとその他ってやるとほぼ詰んでそうですけどね。さすがにそこから松田さんが逆転することはないと思いますけど、これ足りてますね。2点本体で6点入って終わりです。さあここで1本取り返しました挑戦者瀬尾選手。奥義でも一応タイタンとその他してタイタンは残るんで一応まだ生きてはいたんですけど、ほぼ詰みでしたね。さあいよいよ4本目スタートです。さあ松田さんはすごく綺麗な手札ですね、うん、まあ、ちょっと土地が少ないんでそれだけですね、うん、まあ、しっかり桜族の長老からウッドエルフムーンボーリーの三号家と、さあ瀬尾さんはキープしてますね、うん、手札が思考が濃い、なんでいい大爆発とこちらもかなり理想的な、うん、さあこれは長老抜きそうですね、うん、長老抜いてランドを攻めるプラン。瀬尾さん大爆発も手札にあるんで、もう一旦でも松田さんが詰まると終わりみたいな、うん、さあ長老抜きました、うん、さあ松田さんも土地を引いたのでウッドエルフまでは確定と。そうですね、まあ2ターン目はもうそれ以外が完璧だったんでちょっと贅沢は言えない感じですね、うん、瀬尾さんとしては。おお、これは強い、強いですね、これはかなり効きますね。次、うん、緑マナ終わってしまうと松田さんはかなり手が止まる可能性が高い、さあ瀬尾さん3枚目の土地があるかですね、うん、森は引いてますね松田さんは。ですがここであっと瀬尾さん土地がないか、おっと、ここで土地が止まってしまうと手札にある苔で土地が
大変なことに。あっとないですねこれは、うん、でを出してターンエンド、さあここでモンブーリーの三角形、相手の土地を破壊してこちらの土地を伸ばしていくと。これはかなり厳しいですね。これはさあ引けない、引けないということは、あ、2枚目は引けましたね。なんとか、あ、思考が濃いですねこれ、失礼しました。いやもうこれはスケープシフト落とすしかないですね。絶対無理ですね、それまでには勝てないんで。もうこっから勝つパターンとしてはもうひたすら松田さんが土地関係のカードを引いてくれる以外には道がないので、今の手札でスケープシフトに間に合わないってことはまあ絶対にないので、苦渋の決断ですね。しょうがない、どっちも本当に嫌ですが、まだ勝つ方ですね。で召喚師の契約は天使のタイタン、苔よりもっとやばいものが、さあこれで6点が誘発して、うん、ウーズに3点と本体に3点。さあどうか、さあ土地は引けたっぽいんですが、うん、もうもはやムーンボーリーさえ3点火力になってるので、そうですね、タイタンは一応終始できるんですがライフが9以下になって、うん、沼ですかね、沼を持ってきて終始してライフが9、松田さんの手札にはムーンボーリーで、山1枚は確定してるので残り2枚引かれると死んでしまう。さあ契約コストも忘れず、わおおっとスケープシフト、ありったけの山を、ありったけの山すべてあなたにと。はい、というわけで五段審決定戦は松田幸男選手が防衛成功です。おめでとうございます。いや見事な試合でしたね。そうですね、もう理想的な、モンブーリーがすごいですね。瀬尾さんも1枚引ければっていう感じでしたけど、ね、1回ランデス挟んでリリアナ出すとかなりいけそうな感じでしたけど、やはりもう良くも悪くもあそこの3ターン目、そうですね、土地が止まってしまったのが、ね、まあ、けどほぼ最高に近いハンドだったんで、うん、マリガンは絶対しないですし、まあしょうがないですね。